米大リーグカブス5、1カージナルス、15日、米イリノイ州シカゴリグレイフィールド、カブスの今永翔太投手が15日、日本時間16日、本拠のカージナルス戦に先発し7回を今季最多の103球を投げ4安打1失点で7勝目を挙げた。防御率は1、89でリーグ3位となった。1点リードの7回西1、2塁でどの番との対決が見せ場だった。 3球目左翼へ大きなフライ。それを見守っていた今永はわずかに切れてファウルになるとほっとした表情。粘られながら8球目のスイーパーで空振り三振に仕留めると、マウンドで2度3度ガッツポーズ。スタジアムからは超満員の地元ファンの大歓声がこだました。抜群の制球力で今永がカージナルスを翻弄した。4回こそ甘く入ったスプリットをバールソンに右声に塁出され、 三振後アれなどの中木比で1点を許したが、三塁に進むませたのはその回だけと安定感抜群だった。7回にアれなどにフォーシームが抜けて左手首に死球を与えたものの5回ヘレラに3ボールになっても慌てず、夕頃に打ち取るなど3ボールになった3度全て打ち取って無死球に抑えた。これで9イニング換算の予死球1、30はリーグナンバーワンに浮上した。 カブスはチーム打率が14日まで2割2分7輪だが、今永が投げた試合は最近3試合で16得点。テンポの良いピッチングに打線も高をしている。試合後の会見で今永は、ヤンさん、ゴームズ保守、が僕が投げたいボールを同じように要求してくれた。まっすぐのタイミング、スライダーのタイミングが合っていた。彼のリードが投げなければコントロールよく投げられなかった。 彼に感謝しているとコメント、ロッカーのネームプレートがマイクイマナガに変わったことについては、冗談半分で言ったら、クラブハウスの方がすぐ作ってくれた。クラブハウスの人たちが自分を受け入れてくれているのが本当に嬉しいと感謝を伝えた。